はい、どうもエンタのゲームインザボックス、引き続きペーパーズプリーズ夏休み特別企画としてやっていきたいと思います。さあ、何日目だったか、15日目だったかな。いきましょう。大躍進、脊髄手術に成功、アラソツカの専門技術でのみ可能。医者とか入ってくるのかな、ここに。じゃあ医者研究したい人たちが来るかな、そのアルストツカの技術。あら、これ壁にかけてたのにこっちに帰ってきてるやん。壁にかけてたよ俺、分かりづらい位置に。なんで帰ってきてんのよ。はい、ちょっと邪魔なやつはどかしておいて。指名手配犯来てますね。特に今回は指示は来てないね。とりあえずこいつらだけ通さなければ問題ないってことかな。 OK、 じゃあ行きましょう。お次の方。ああ、日本のおばさん感がすごい。主人と一緒に住むため、あ、永住ね。有効期限も OK。 パスポート番号は違うね。入国拒否のスタンプを押してからさらに拘束するって、鬼畜。エンタの鬼畜。アルストツカにしよう。わあ、なんか来た。何これ、なんですか、なんすかこれ。ちょっと早く、そう、君今日早く来て。何これ、どうしたんだ。ほう、なるほど。なんだ、その素人のおもちゃは避難すべきですかね。このちっちゃいののためにか。バカ言うな、解体するんだ。蓋を開けろ言われても。あ、これ取れるのか。取って、無能なテロリストめ、ディスプレイさえあれしない。それでどうしたら。こんなひどい爆弾初めて見たな。単細胞が作ったんだろう。単純にワイヤーを切ればいい。ワイヤーを切る、これ。おい、ダメかい。あんなエンディングある、マジかい。おい、何、もう開始2分で終わったよ。何あれ、なんか切ったらいい順番とかあんの。もう俺、せっかくこれ前回も綺麗に配置したのに、また配置し直しじゃないか。ここもこれもちゃんと配置したのに。いいか、爆弾犯来るぞ、2回目ぐらいに注意して。うるせえっつってん。ハンコの音うるせえっつってん。これっちアルストツカ、はい、大丈夫、今回のやつは大丈夫でしょ。はい。あ、ミカエルさんだ。ミカエル、サカトブ。あれちゃうわ、俺がメモってる人と違うかった。まあいいや。はい、許可。いってらっしゃい。俺が思ってる人じゃなかったわ。やばい、来た。またや、こいつ。またこいつや。俺、どれ切ったらええねん。あ、でもこれ繋がってる順番に切ってけってことかな。だから、1、2、3、4の順番で切りゃいいんかな。分かった。俺にやらせろ。この順番で切るんだろ。ってことはこれが1、2、3、4。1、2、3、4。
よし完了だ、仕事に戻ろう。検問所を閉鎖すべきです。バカ言え、今日も稼がなきゃならん。爆弾をよこせ、部品を売っ払ってその分け前をやる。はい、分かった。しかしなんでひどい代物だ、大した金にもならんだろう。次の入国希望者を呼ぶんだ。あの人こそ鬼畜やな。何やそれ、ちゃんと報告せよそれ、爆弾来たって。てかこの検問所に爆弾が入れれるっていうのはすごいわ。この狭いところに爆弾が入れれるっていうのは、それが問題やろ本当に。警備体制の不備をね、棚上げですよ、棚上げ。なんで、はい、さよなら。次、仕事60日間2ヶ月だね。有効期限は問題ない。名前がフレリ、うん、マリーちゃん、オッケーオッケー。有効期限じゃない、これはオッケーですね。シングルトンってあんのかな。ちゃシングルトンあるね。はい、オッケーです、オッケーですね。あ、これ見てなかった。太り気味、74キロ。うん、はい、オッケーですね。はい、いってらっしゃい。ついでにこれも、はい、これで全員に名刺渡したよ。20ドルはもらえるでしょう。また金がね、私の元に集まってきましたよ。顔写真がなんか全然違うんだけどさ。はい、手術をしました。でこれとこれが一致してね、してないんだ。指紋を取りましょう。はい、ジョナスさん、名前は合ってるか。指紋が一致すれば、指紋が一致してないんじゃないか。指紋一致してないね。拘束。よし、はい、残念。はい、お次。お、組織のが来たよ。暗号文書を渡せ。両方だ。何？工作員はどちらも拒否された。あなたの協力をなくして成功なし。アルストツカ建国の時、組織は今と同じ役目を果たした。一斉終わるとき、終わるとき、我らまた消える。お、なるほど。またね、また来たくなったら来てね。その時はもしかしたら入れてあげるかもしれない。あら、このおじさん、あれ？あのじいちゃんじゃないの？あのじいちゃんじゃないのか。パスポートください。パスポートって何ですかって言われてもね。パスポートはパスポートだよ。残念だね。はい、お次。あ、もう危ない顔してる。危ない顔してるって。もうこれ見なくていいんだよ。じゃあね。これとこれが一致してるよと。はい、拘束しますよと。はい、拘束。はい、さよなら。
じゃあ、あと2人か。はい、次。まだ9人かさばいてんの。爆弾解体に時間かかっちゃったから。そこに時間取られたよな。顔写真は OK。身長と体重は、体重ちょっと増えてるけど。うん。検査します。じゃあその間に名前を確認。OK。誕生日も OK。有効期限も OK。あら、それなんすか？これじゃないな。武器の持ち込み。はい。これなんすか？これ爆発する気パンマンでしょう。残念。オッケー。厳しいね。私は厳しいですよ。ちゃんとチェック入れますからね。お、外交階段。名前はオッケーでしょう。パスポート番号が全然違うな。危ないやつ多いな。今日全部当てたよ。うん、調子いい調子いい。ちゃんとした仕事をしてます私。ダブルクリックで即調査。ああ、それいいね。ダブルクリックで即調査。まあまあまあ、はい。居住費30、暖房10度。7等級20って言ってもそんな金ないんだよね僕。うん、まだじゃあちょっと貯めていこう。お金貯めていこう。45度。はい、次。国境地域での統合配置転換実施。各所長で人員奪い合い。有能な護衛士官ら急募。情勢がまた悪くなってきたってこと？何この鍵？この鍵なんすか？法務省は外部警備のための分隊を派遣した。今後侵入者を抑圧する責務を与え、警報作動時には支給されたキーで麻酔銃を解錠せよ。麻酔銃。報酬について、侵入者を妨害すると手当が支給される。命中しなかった場合は昇格の手当となる。武器使用規定、実行に記載された手順を参照すること。アラスト使いに栄光あれ。武器使用解除規定、警報作動時になんか出るんでしょうね。こうなんかちょっともうここら辺から初見なんですよ完全に。こんなん出てこなかった僕1回目やったとき。多分出るでしょう、うん、こういうの出てきて、このキーをこう差し込んだら麻酔銃が出てくるから、それでこうエイムを合わせてですね、マウスでパーンと打ったら、そいつに当たったらお金が多額にもらえるってことですね多分。そういうことでしょう。時間は限られていく、迅速に行動せよ。分かった分かった。じゃあ怪しいやつ来たらそうするよ。じゃあ鍵はじゃあ手元いつでもこう出せる位置に置いとかないといけないね。この辺に置いとこうか。じゃあよし行きましょう。行くよ行くよ。あ、何、あ、拘束いっぱいしたからね今回。俺はローの方に移られることになった。手当は相変わらず支給されるから拘束してくれ。ここに来るな。ここで、あんたの家に金置いてく。はぁ、はいはいはい。今後もだからお金はもらえるし、うん、ということですね。ここに警備がいなくなるんか、その代わりそういうことか。ここに警備いないの怖いな。麻酔銃持ってるとはいえ
まあ、でも今後も拘束してもお金はもらえるということですね。わかりました。アルストツカ乗り継ぎ2日、はい、有効期限は OK、 パスポート番号も OK、 顔写真がちょっと違うような気もするけど、これ一緒なんだね。男という点に関してはどうなんだ。そ、男な、男だね、ごめんごめん、女性だと思ってた、ごめんなさい。マッシュオールドフィールド OK かな。身長が166センチ、82キロ、問題ない、ね、はい、いってらっしゃい。やったね、10ドル、20、あ、15ドルか、15ドル手に入れましたよ。また貯金が溜まっていくよ。愛書類をアルストツカ国民パラディズナってあったな、確か、確かあったと思うんだけど、あるね、ベスイドあるね、ベスイド、はい、名前が、名前 OK、 うん、誕生日も一致、女性170、うん、体重60キロ、 OK、 問題ないんじゃないですか。顔写真いいんか、あれ、まあいいでしょ。さあ次、医療上の理由、うん、医者か、どうしよう、お金を取るか、入れてあげるか、困ってるみたいだし、行きなさい、あなたは、あなたは行きなさい。知らん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 、生かしたれ生かしたれ、じゃない、これとこれ、おお、ダブルクリック楽、ダブルクリック意外と楽、もっとんかい、ちょっと待って、アルストツカの行政区分が覚えられへんわ。ビシド OK、 名前も OK ですね、はい、誕生日も OK、 有効期限も OK、 身長160センチ、身長高くね、1なんだ、あー、やっぱ髪の毛が入ってないからか、顔写真はいいのか、1なんだね。ことごとく当たらんわ、今日の不審な点がいい、ことごとく当たらん、はい、次、お、この人あれやん、あのエンジニアの人、うん、あ、いいんだ、やった、土木エンジニアやったんや、それでもお金くれんの、この人いい人やな、いい人、いい人、無条件で通したいわ本当に。まあ、特に書類に不備はないんでいいでしょう、はい、いってらっしゃい。土木エンジニアやったんや、機械エンジニアかどうか知らないよ、それは。おい、仕事3ヶ月、お名前は、あ、 OK ですね、有効期限も OK、 OK、
ストレートヘア、ストレートヘアなんでしょうね、おそらく。176センチ55キロ、問題ないね。はい、パスポート番号、顔写真も問題ない。うん、いいでしょ。はい、あ、これいるんや。はい、多いんだよな、就労の人多いんだよ、見る書類が。お、入ってきた。ちょっと待って、ちょっと待って、こっちか、こっちだ。 OK、 当てた、当てたよ、俺のおかげ。テロリスト襲撃により本日の業務は中断された。 OK、 これ賄賂ね、これはもう入ってきたお金。狙撃手当てで20、狙撃手当てよりも賄賂の方が多いっていうのがね。まあいいけどさ、息子が病気だから暖房費をけちっても大丈夫。これで貯蓄が90ドルになりますよ。さあ、じゃあ引き続きいきましょう。グレスティンで事件、警備体制の甘さ露呈、さらなる侵害行為も予測。アンテグリア告発者、画集連邦に拒否される。これ一人増えたんか、狙撃手が。これ誰、これ何や。いや、あ、こんにちは。ニルクスから来たんだってな。ニルスクか。僕もニルスク出身だが何年も帰っていない。相変わらずドブのような場所さ。はっはー、そうだろうな。僕もひどい思い出しかない。僕はセグ、話せてよかった。君の安全のため全力を尽くすよ。なるほど。私を守る人がこの人ね。私守るようにこの人おる人よ、おる人ね。ここに来るんか。はい、ここは変わってないんだね。はい、じゃあこの重要人物をしっかり見てチェックしていきましょうかね。この人に守ってもらわないと僕は。はい、じゃあ行きましょう。お一人目、友人に会い30日。はい、有効期限は OK、 パスポート番号も OK、 名前もはい OK ですね。178センチ87キロ、口ひげ、オブリスタン、ローンダス、 OK。 はい、ちょっと、はい、お、はい、 OK。はい、お疲れ様。あ、組織が来たよ。また組織が来たよ。何？速やかに読み、死者に返却せよ。復興、衝撃、計画にあらず。正体不明の過激派の仕業。あ、昨日のテロは正体不明の過激派の仕業だよって言ってんかな。組織は腐敗した権力中枢を懲らしめるために動く。罪なき者巻き込まず、過激派は追跡のためにエジックって呼んだらいいんかな、工作員が今日到着。また通せって言ってんのか。いいのかそれ通して。なんかよくわかんないのが来たね。なんだろう、なにこれ、なんかあんの。今手持ちの書類なんもないでしょ。あれで誰か来んの。友達に会いに行く。1ヶ月、有効期限は OK。 女、パスポート番号 OK、 名前も
OK ですね。165cm51kg。はい、OK。間違えた。はい。強化。はい、お次。これ何なんだ？仕事。2ヶ月。めんどくせえな、これ毎回パスポート言うの。大抵持ってんだよ、こいつら。持ってないんかい。そりゃダメだ。はい、ダメ。はい、お次。入国の目的は乗り継ぎ、滞在期間14日間。 OK ですね。有効期限も OK、 パスポート番号も OK です。名前も、口ひげ187cm、 89kg なんだけど、これって入国許可証でしょ？ないんだな、この記載ってか、ハンコがねえんだよ。うん、さあね、高速やっぱおかしいもんね。なんかあの書類おかしいなって思ってたんですよ。そうだそうだ、ハンコがないなって、ハンコねえわって思ってね。うん、それは怪しかった。報道官必要なだけ。何これ、何か問わせんの。え、こういう合わせ方すんの、もしかしてこういうやつ、こういう合わせ方すんの。違うか、さすがにそれは違うか。ちょっとわかんねえわ、これの使い方わかんねえわ。ちょっともうお前いろいろ突っ込みどころあるわ。はい、ジャーナリスト、証明書もあります。ジャーナリストは通していいみたいな書いてないでしょ。はい、証明書があったところだよね。こいつどうしたらいいの。報道官ね。いや通せないでしょう、報道官。報道官いいの、通して。知らない知らない、もう入れない、そんなやつ入れない。横暴だ、どうして拒否なんですか。報道官証明書では入国できません、権利侵害だ。不当な職権乱用は屈しないぞ、この記事を楽しみにするんだな。まあいろいろ言われましたけれども、ちょっと私にはできないね、入国は。入国させるわけにはいかない。永住、ショートくせ毛ヘア、ショートくせ毛なんかこれは、ショートくせ毛らしいです。はい、すいません、すいません。あ、ちょっと消えた、これ大事だから。じゃあこれ大事なんで、有効期限も OK、 名前も OK。アウターグラウスって何の、アンテグリア、アンテグリア、アウターグラウスなる、あるあるね。有効期限、番号が違う。はい、通してくれ。高速です。
はい、お次の方。もう医者みたいな入れ方。君は喋らない子なのかな、うん、あなたは喋らないタイプの人なのかな、あまり。なくしました。なくした問題じゃないんだよな。これもちょっとやってみようか。これなんかあんの、これあ、おお、エズイックなった。こいつを通せってことか。どうする。じゃあ入れてみましょう。今回ちょっと今までずっと拒否したんで、今回気づいたんでね、こいつが組織の人間だっていうのにたまたま気づいたんで、じゃあこいつ入れてみましょうか。書類の不備はないですもんね。 ID カード持ってないだけですから。じゃあちょっと今回許可しましょう。アラソツカと組織のために他の者は同意しなかったが、赤の男は大した脅威じゃない。え、なんでもない。赤の男、赤の男、赤の男は大した脅威じゃない。何それ。息子の誕生日は2日後だ。小包が届いた。7東急の住居に移転可能。いやー、移住しなくていいと思うな。まだこれいらないんだけど、報酬は今回焼けないもんね。仕方ないんか、これもらうしかないんか。移転できるけど貯蓄がなくなるの怖いから、ちょっと今回やめときましょう。まあ、まだこのね、居住費が上がるだけですよ、住居費がね。暖房費も安くならないし、これはちょっとまだ利点がないな、7等級に移動しても。ということで、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。また次回はこの続きからやっていきたいと思います。夏休み特別企画ペパーズプリーズ、引き続きやっていきたいと思いますので、次回もお楽しみください。エンタのゲームインザボックス、ご視聴ありがとうございました。